ありがとうございます。ありがとうございます、僕たちリップグリップと申しまして、現役の京都大学生と京大卒のコンビなんですけれどもね。突然なんですけど、はい、なんでしょう。僕小さい頃から厳しい家庭で育ったから、うん、テレビを見させてもらえなかったの。おお、俺もそうだよ。でもさ、そうやって親が厳しくしてくれたから京大入れたんだし、やっぱ親には感謝すべきだよね。もちろんすごい感謝してるし、お母さんのこと大好きなんだけど。ああ、いいじゃない。そのお母さんに言われたセリフでどうしても気になることがある。気になること。当時4歳だった僕に、お母さんが、こら、テレビなんて見るもんじゃありません。ああ、教育ママね。東大生とか京大生の親ってこういう人いるんですよ。テレビは見るものじゃなくて分解するものです。こういう人はいないです、想像の遥か上を言ってたわ、お前。その教えのもとで、いろんな原理とか仕組みについて詳しくなれたから、まあ、結果的に頭は良くなれたんだけど、頭良くなればなるほど気づいてしまったことがあるんだ。え？テレビは見るもんじゃないかなって言わなか。でも俺お母さんのこと大好きで、お母さんが間違ってたと思いたくない。倉田、これは一人の親友として聞いてほしい。テレビって見るものじゃないよね。分解するもんだよね。テレビは分解するものだよ。そうだよ、ね、俺のお母さん間違ってないよね。間違ってない。いや、いろいろ勉強してきたけど、どんな科学者や数学者が言うことよりもお母さんの方が正しいんだよ。そうだよね、うん、最近不安だったんだ。お、俺のお母さんが俺に変なことを教えてんじゃないか。いやいや、いいお母さんだよ。俺のお母さん優しくてさ、うん、初めて一緒にブラウン管のテレビ分解した時もガラスの破片から俺のこと守ってくれたんだ。お、愛情を受けて育ったんだね。倉田が分解した時の話を教えてよ。テレビ分解したでしょ。分解した時の話。分解した時の話を教えてよ。分解したね。分解した話聞かせてよ。分解した話はでもお客さんが興味ないんじゃないかな。そんなことない。お笑いが好きなお客様はね、テレビの裏側の話は興味あります、ね、その裏側の話じゃないからね。物理的な裏側の話が興味あるわけじゃないからね。分解してないだろ、これ。分解してないんでしょ。だからそんなこと言うんでしょ。え、なに、え、テレビ分解するものっていうのはやっぱり嘘ってことだろ。いや、分解するものだよ。じゃあ話してよ。分解するものだ。ブラウン管のテレビを分解した時の危険性について話してみてよ。ああ、じゃあブラウン管ね、うん、だからガラス管が中に入ってて、うん、中に電子をビームとして飛ばすために真空になってるんだよ、うんうん、だから、真空になってるから分解する時に一回空気を入れて真空状態を解除しないと破片が破裂して危ないってことだ。その通りだよ。賢くてよかった。知識が役に立ってよかった。勉強って無駄じゃないんですよ。皆さん勉強しましょうね。分解してたんだな。ああ、分解してたんだよ。俺のお母さんがさ、テレビがなんで真空なのかっていうことは絶対に教えてくれなかったんだけど、これなんでか教えてくれ。俺知らないの。おい、しょうがねえな。教えて教えて。だから真空の中を赤と青と緑の電子ビームを飛ばして画面に色が映って、うん、それで初めてテレビ局から送られてくる番組が見えるようになる。テレビって見るものなの。違うんだ。え、調子乗ってベラベラって。いやいや、見るなんだ。ふざけんなよ。傷ついたんだ。知識に溺れんなよ。違うんだよ。人を傷つけるための知識なんて身につけんなよ。俺は多くを知りすぎただけなんだ。忘れてくれ。テレビは分解するものだ。信じていいんだ。信じていいんだ。ああ、信じるよ。でも一つ気になることがある。なんだよ。クラスの友達が小学校の頃、うん、テレビの話題で盛り上がってたんだけど、うん、見てない、これ。見てない。じゃあなんで盛り上がってたの。だからテレビを分解して、うん、パーツを交換して盛り上がってたんだよ。パーツを交換、さすがに無理か。やってみたいよ。かった、通った。やってみたい。よかった、通った。お弁当のおかず交換。そう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 、いいね。そうそうそう、いい。それは想像しただけでちょっとやってみたいです。おー、いいじゃない。倉田、俺の東芝のレグザーのモニターあげるからさ、お前のシャープのアクオスのモニターくれよ。おー、いいよ。はい、世界の神山モデル。うわ、すっげえ、目の付けどころがシャープ。これでどうすんだ。これで終わり。これで、これからこれしてどうする、だから、交換したパーツで自分だけのテレビを作って、自分だけのテレビで戦わせんだよ。戦わせんの。わかるわ。わかるわ。わかるんだよ。素直でいい子なんですよ。俺小さい頃からコロコロコミック好きでベイブレードやってたから。お前テレビダメなのにベイブレードやってたのかよ。おい、どういうことだよ。ベイブレードと遊戯王とかやってたからわかるわ。お母さん、コロコロコミックはいいんですか。すごいわかる。え、お前に相談してよかった。お、よかった。実は芸人の先輩にもこの同じ質問したら、その先輩がさ、テレビは見るもんじゃねえ、でも分解するもんでもねえ、
芸人ならテレビは出るもんだって言ってて、こいつ何言ってんのかなと思って。まあ確かにね、そういうことじゃないから、ね、そういう話をしてんじゃないの、一般の話をしてるから、まあ、先輩ちょっと間違ってるかな。そう、なんか大卒とは言ってたんだけど、まあ、日本体育大学出身だから、まあ、高卒じゃん。ちょっと待って、言う通り、言う通り、俺何も言ってないけど、俺が言ってることにすんなよお前。俺のお母さんも言ってた。お前のお母さんも体育大学は大学じゃありません、あれは大きい体育館です。お母さん道徳の教育をしてください。何なんだよお前。何相談しようかった。いや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 、とんでもない母親だという結論が出ました。結論、結論が出ました。結論なんてどうでもいいんですよ。え、結論とか結果よりも俺はお母さんとの家庭の方を大事にしたいから。お後がよろしいようで、リップグリップでした。ありがとうございました。